37回福岡市文化賞および第19回福岡市民文化活動功労賞の贈呈式を始めさせていただきます。皆様こんにちは、市長の高島でございます。今日はですね、この贈呈式に、たくさんの皆様にもお集まりいただきまして誠にありがとうございます。今年の福岡市文化賞につきましては、美術の中村新京様、郷土史の石滝豊美様に、また福岡市民文化活動功労賞につきましては谷口春光様に贈呈させていただくことになりました。受賞者の皆様には心からお祝いを申し上げたいと存じます。皆様はそれぞれの分野において、優れた活動を続けられました。福岡における文化の振興発展に多大なご尽力をされました。そのたゆまぬご努力と並々ならぬご熱意に対しまして、心から改めて敬意を表したいと存じます。ご承知の通り、福岡はアジア大陸との2000年を超える交流の歴史と伝統を有して、豊かな自然と相まって個性豊かで洗練された文化を育んできました。各時代にわたる伝統的な文化の継承や新しい地域文化の創造が福岡の街に潤いを与え、また都市として魅力となって、ひいては住みやすい都市という、こういった現在の評価にもつながってきていると思います。これも日々研鑽に努められている皆様のさまざまな活動によって支えられているものでございまして、そのご尽力に改めて深く感謝を申し上げます。福岡市におきましても、今後ともさまざまな取り組みを進めてまいりますので、なお一層のお力添えを賜りますようお願いを申し上げます。結びに、ご列席の皆様、そして受賞の皆様のこれからのご活躍、ご健勝を記念いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。そして、ますますご活躍の幅を広げておられます。それでは、中村様、高島市長、中央へお進みください。福岡市文化賞中村新京様、あなたは多年にわたり優れた美術活動を続けられ、本市の文化の向上発展に寄与されました。その功績は誠に顕著であり、ここにその功を称え福岡市文化賞を贈呈します。平成24年11月22日、福岡市長橋本